に店を構えて、沢寿司の専門店です。で、一番大きな鯖、いくらつの大きな鯖を売ってますので、またよろしければ食事もやってますし、寄ってください。山延べ料理っていう料理を名を掲げてます。それっていうのはこの山のあたりですね、取れるものをで料理を作るということになってます。この山にしかないもの、この川にしかないもの、そしてその川の下流には琵琶湖が控えていて、本当に滋賀県でとかいうことじゃなくて、全国的にも桂川っていうのは食材の宝庫だと私は思っております。ぜひお越しください。基本は土日祝日だけ営業しておりまして、冬場はクローズさせてもらっています。冬の商品は
淡海地鶏ですね。今の季節だと、あとはイワナの塩焼きとイワナのお造りです。夏場やったら鮎の塩焼きですね。細麺にしたらどうやるなということで細麺にまあしたわけですけども、割と小さなお子さんからお年寄りまで結構細い麺ですので、喉越しがかなり良くてスルッとこう入るっていうのがまあ特徴で、結構最近では人気が出てきてるんじゃないかなというように思うんです。その出汁はまあ家内が全部引き受けてくれて、柔らかい京風らしい出汁で、なおそれもお客さんの方には気に入っていただいてるところじゃないかなと思うんですけど。